相変わらずおかしなやつだな。どうやら本当に僕の攻撃が全て効かないようだね。だった僕以外のものの攻撃ならどうだ。ああ、白浜少年の動きが変わった。アパー、見て見てよシグレ。あれはアパー、おアパーアパパパパパパ。どんなことを思いついたか知らないが、もう何をしても無駄だよ。私の百発百中の月はかわせぬ。死ぬがいい。あパパ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 パアパパー、ムアムエタイの死神アパチャイホパチャイ。物理的に地獄に落ちるよ。アパパー、アパチャイさんには劣るけど食らえ。レッカーチャイ、落ち着く。その空間を削るんだ。アパパパパパパ、1、2、3。よし、このリズムだ。いきなりムエタイとはな、もう少しで一撃もらってしまいそうになったぞ。うん、はっ、何当たった。ベストラ、またリズムが完全に変わりました。そうなの。今度は空手か。しかし技を変えているというよりも完全に人間ごと変わってるぞ、少年。ヘイチヘイ、天下百段の空手家サカキシオ。今度はサカキの真似してるよ。笑い方までそっくりよ。俺はあんな凶悪な笑い方はしねえ。でも似てるよ。似てねえ。そっくりだ。なるほど、考えたな健一君。相手が自分のリズムを読むと知って、日頃から目に焼き付いている我ら梁山泊の師匠たちの戦い方にシフトチェンジするとは。でも今まで空手やムエタイの技は使っていましたでしょ。技ではなくリズムを変えたね。相手の子もいきなり別人になるんだからびっくりね。健一さん、意外だ。それほど器用そうでもない白浜少年が師匠たちの動きになりきるなんて荒技をやるとは。おお、人間本当の恐怖や苦痛を伴うことは嫌でも記憶してしまうものじゃ。やれ、よっぽど普段からの修行が怖かったんじゃろ。ごめんね、ケンちゃん。僕の動きは予知できても、師匠たちの戦い方までは読めまい。あれ、中国憲法の達人マッケンセンね。また変わりやがった。ちょわ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 。ケンちゃん、おいちゃん、ちょわなんて言わないね。たまに言ってる。そうかね。でもいいな。またリズムか。
剣と兵器の申し子香坂しぐれ。しぐれさんには劣るけど香坂流合鍵儀理。コロコロと動きを変えやがって、この猿真似野郎が。うん、哲学する柔術家本越寺明猿。甘い。武術の伝承法はすなわち魔法から始まるのだ。そっくりはるね。ほう、さすが私の真似。いいことを言う。